こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうテレビの時間が参りました。本日ですね、改めまして、このアジアビジネスということで、改めてね、お話をお伺いしていきたいと思います。徳丸信道さん、はい、そして新井弘明さん、お二方をお招きしまして、お話をね、伺っていきたいと思います。そして、またまた、おなじみの、はい、小坂さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小坂さんは今回はね、またインタビューや、ね、はい、お願いしたいと思います。はい、というわけで、じゃあ、一言で結構です。ご紹介をね、ぜひお願いしたいと思います。徳丸信道と申します。よろしくお願いします。食品にメーカーにずっとおりまして、まあ、その技術を使って今国の関係で海外と日本のジョイントをしております、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今回カンボジアということでね、はい、お話を伺いますけど、カンボジアにはいつ頃行かれたんですか？最近はですね、まあ、本当に1週間ぐらい前に、まあ、初めてカンボジアに参りまして、あ、そうですか。本当にあの寒いところから、ここはもう32度ですので、こっちはもうコートを着て震えていったんですが、降りた途端もう本当にもうポロシャツと短パンで、もう本当に暑いですね。ただあのカンボジアでは一番過ごしやすい時期で、もう夏は雨季の時はもう虫も多いですし、ジクジクしてますので、今はすごくこうすがすがしい、そうですか。ですから朝晩はやっぱりこう本当にクーラーを消してちゃんと毛布をかぶってないと、ちょっと寒いですね。そうですか。じゃあ朝夕晩は冷えるんですね。冷えます。そうですか。まあ、それとやっぱり感じたのはやっぱりカンボジア活気があるって、活気がある、すごく、若い方が多いんですよね。多いですね。やっぱり若い方は逆に言うと英語ができる方もそうなんですか、いらっしゃって頑張ってるなぁとかですね。やっぱり日本のホンダのバイクがやっぱりステータスなんで、そのバイクをいじるというそういう 技術ですね、自分たちでこう調整するとか、若い子たちは一生懸命そういうことを、もう自分でやってしまうんですね。やってる方たちもいましたね。これからあれですか、またカンボジアに行く機会っていうのはありますか？これからは毎月行くようになります、ね。あ、毎月行くようになるんですね。はい、やっぱり、あ、どうぞどうぞ。まあ、ビジネスチャンスですね。まあ、タイ、ベトナムをよく見てまして、はい、今回カンボジアに行きまして、やっぱり中小は、カンボジアが一番こう、チャンスがある。あると感じました。なるほど、なるほど。ね、徳丸さんはタイも行ってるし、ベトナムも行ってるし、その他のね、東南アジアの国々も行ってらっしゃって、で、その中でカンボジアが特に中小企業の進出がしやすいかなという感じですかね。そうですね。向こうの合弁もできやすいと思いますし、日本とのビジネスっていうのも、これからお互いがないものを持ってるんで、ジョイントもしやすいかなと。なるほど。で、その第三国にやっぱり今度逆に加工品を作った場合に、売る場所もあるということで、そうかそうか。そういうの考えると、日本の行くチャンスはいっぱいありますね。そうですね。はい、ありがとうございます。それでは新井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。自己紹介から。自己紹介から。すいません。すいません。私、新井弘明と申しまして、普段は、今まで通訳ですとか翻訳、最近は海外ビジネスとコンサルタントで、主に南アジア方面、そちらの方を中心にやっております。南アジア方面。はい、まあ、先ほど少しお話ね、聞きましたけど、ネパールとインドと。そうですね、ネパールとインドが、ここ数年といいますか、最近やってたところですね。ちなみにその前は何かやってらしたんですか？その前は基本的には通訳翻訳をフリーでちょっとやったりですとか、そうですね、一時金融の方の、まあ、プレゼンテーションの方だったり、そういったところにいたり、まあ、いろいろなところにいました。なるほど。ネパールってカンボジアと非常に近い、地理的に近いですよね。地理的にはそうですね、近いですけれど、自分の認識ではやはり東南アジアのあたりでちょっと
地域的にはまた一回区切られると。あ、そうなんで、ね、なるほど、ね、イメージ的には自分はあの辺りインドネパールの辺りというのは中東への入り口から5カ国を変わらせる中東の入り口ですね。なるほど、そうかそうか、なるほど、なるほど。ちなみに今日はせっかくね、あのカンボジア、ベトナムの詳しい徳丸さんとネパール、インドの詳しい、ね、新井さんがいらっしゃるので、ぜひね、あのお互いに何かね、はい、あの聞きたいことがあれば、はい、お聞きしていただきたいなと思いますけど、面白いです、ね、いかがでしょうか。あの今最近あの東北の復興の関係で、はい、まあいろいろこう やるビジネスをやる中で、はい、やっぱりネパールの方たちがすごくこう、言葉もできとか、はい、技術のできる方たちが結構日本に、うん、結構研修生やら留学やら、うん、やっぱ派遣という形で入ってくる方たちが多くてですね、はい、ネパールからで、やっぱりネパールの方すごく一生懸命働くということで、うん、でそれもそういうこともやっぱり日本に来てこう、はい、ねスムーズにいく方たちが多いのかなと感じまして、うん、まあそうですね、そういう人もいますし、そうじゃない人もいるという場合もできないんじゃないですか。まあ、まあ、まちまちですけど、ただ、手先が器用であったり、感覚的なところで日本人に近いところがあるというのはそうなんですね。なるほど。例えばですけれど、カトマンズ、はいはいはい、ネパールの首都なんですけど、こちらの方は日本料理店が非常に多くありまして、そこというのも、なぜかといえば、町の規模からすれば相当多い日本料理店があるのも、やはり、あちのところで、うん、あちらの方の下が比較ネパール人は比較的日本人に近かったりするところもありましたり、あとはそうですね、カトマンズなんかですね、結構職人が多くて、うん、細かい銀細工ですとか、うん、そういったものを昔から作っていたっていうのがありますので、そういった職人かたぎですとか、そういったところで何かしら通じるところがあって、うん、それで、そうですね、徳丸さんおっしゃったところの話に繋がってくるのかなっていうのも、ね、ですね。なるほどね。非常に注目したいですね。二国ですね。ね、そうですね。すね、うん、私もあのその刺繍ですか、はい、を見させていただいて、うん、すごい竹の細工とか、はい、帽子もこう作ってたんですけど、はい、すごい素晴らしい手先が器用な方たちが多いのかなって思って、結構それを百貨店の方は日本のバイヤーに見せたんですけど。はい、うん、デザインの仕方によっては素晴らしいとおっしゃってました、ね。そうですね。ネパールのその人口構図ってどうなんですか。人口構図、若年層ですとかそういったところでしょうか。はい。はい、そうですね。やはり若年層が多いということにはなってるかと思うんですけれど、ちょっと正確な統計というのは国の事情によってちょっと分かりかねるんですけれど、正確なところがちょっと分からないっていうだけなんですけど。人口どれぐらいいるんでしたっけ。確かあそこは2000万人ぐらい。2000万人ですね。くらい若い人がいるんですが、ちょっと正確な数字をちょっと自分の方で意識して見たことがなかったので、うん、ただ若い国であるというのは確かではあると思います。活力はあります。日本人に対しては、はい、いわゆる抵抗感とか、はい、なんかいうのはないですか。どちらかというと親日の方なんですか。そうですね、親日の方であると思います。うん、あまりこう悪いイメージを持っているというよりは、そうですね、先進国。うん、いろんな進んだものを持ってきてくれる国、うん、そういったイメージが強いと思います。カンボジアに関してなんですけれど、東南アジア、まあ、いろんな国がありますけれど、カンボジアはそういった国と比べると特色的に何か、そうですね、こういったところが強い、こういったところが、そうですね、日本人とうまくやっていける、そういった国民性とかそういったところというのを感じたりしませんでしたか。一つはもう本当にあの農業国ですね。で特にそのまあ、農薬とか肥料とかもう自然体でやってて、その安心安全というものに関しては人は逆に害を与えてないんで、うん、すごくいいフルーツができたりとか、すごくいいお米ができたりとか、そこは結構素晴らしいなとかですね、はい、鳥も放し飼いですので本当に素晴らしく美味しいかったりですね。ロハス、ロハスの評価です。おっしゃる通りです。お米はやっぱり長いやつですか。潮流米なんですけど、うん、向こうのやり方でこう開封式で炊いたらですね、すごく美味しいです。いいですね。カンボジアも新日ですもんね。新日です。ちなみにカンボジアで今その進出しようという中小企業がいたとするならば、どんな業種や業態をお勧めします。
今やっぱその食品を見てきましたので、まずやっぱりニンニクとか玉ねぎとか、生姜の加工品、それからタレですね、香辛料、黒胡椒がやっぱり有名ですので、それからせっかくいい取れたフルーツのドライ加工、ドライフルーツ、ああなるほど、それから海もありまして、エビとか、いいエビが取れます、まあそうですよね、そういった形は、まあ、食品では提案できるかなと、あと鉱山も結構まだこれから開発するところ、特に今日本が困ってる砂利、あと大理石とか、そういうものに関しても高校でどうこう、まあ、発掘する技術等を持っていけば、ね、スムーズにいけるかっていうところだと思うんですが、でも日本と組みはできるかなと思うんですよ、ただそういうところって商社がすぐ目つけますでしょ、大手の商社、ただまだカンボジアいいところは、そういう大手がまだ来てないところっていうところですね、目に見えてですね、ベトナムだともうみんなとかラオスはもうバッともう行ってるところ、ミャンマーもっと行ってますよ、中小企業にとってはチャンス、すごいチャンスですね、ああ面白いですね、今はそういった加工品とか、どちらか製造系のところが、まあ、チャンスという感じですね、一応そういったものが弱い、カンボジア逆に言うと弱いという意味ですね、農機具なんかも面白いですね、ああ農機具、はあ、例えば現地法人を作ろうと思った時にどれぐらいの費用かかるんですか、ね、そうですね、まあまあ日本円で最初登録等で、まあ、30万もあればできちゃいますよね、30万円、はい、30万円、はい、あ会社作るのに、はあ、であとは自分のそのね身の丈に合わせて持って やればいい話であって、ちなみに日本から行っている飲食店っていうのはかなり目につきました、有名なのは3店舗ぐらいでしたね、他に比べては全然少ないんで、これが日本料理店が行くにもチャンスだし、まあ先ほどおっしゃってた本当にデザート関係とかもチャンスで、今高級カフェがすごく流行ってます、あの例えば、まあ、あのエクセシオールとかなんかそういうカフェの、まあ、地元のスターバックスとか、でも地元のカフェなんですけど、あ地元のカフェなんですか、コーヒーも結構産出、まあ、有名な、カンボジア有名なんで、日本から行ってるのはどんな料理、どんな種類の料理屋さんでした、言ってたのは近江牛のステーキ屋さんとかですね、ちょっと値段高めのところですか、あと天ぷら屋さんがあります、ね、天ぷら屋さん、天ぷら屋さん、ですのでまだまだチャンスはありますね、向こうの人はどうですか、人はですね、やっぱり一生懸命働く、まあ本当にプノンペンにいた方たちは皆さんすごい一生懸命働く方が多かったです、ただまあメコンデルタ特有の女性がよく働くというのはやっぱりどこの国も当てはまるか、女性が男性の 1.5 倍本当にもういつ休むのぐらい本当ですか、すごいですね、尊敬しちゃうな、もうそれはもう見てて、こういう人たちだったら一緒に組めるなと思いましたね、向こうにラーメン屋さんとかっていうのはまだないですよ、多分ね、何店舗かありますけど美味しいというのは聞いてません、聞いてない、チャンスがあります、ね、チャンスありますね、なるほどなるほど、かなり 人としてはいわゆる信者というか、日本人には親しい感じっていうか、親しいですね、それと日本に来たいっていう人がいっぱい、あ来たいという人がいっぱいいますね、じゃあビジネスもしやすそうですね、チャンスがいっぱい、たくさんありそうな、この2国、ね、2国ですね、ぜひ何かぜひまたあのリアル、ね、ビジネスセミナーの、ね、今度はカンボジア編とか、はい、あとインド編、ネパール編、はい、この辺りはねやりたいですよね、まとめてっていうのもいいかもしれないですね、あのそうですね、ね、リアルビジネスセミナー、はい、東南アジア、東南アジアサミット編みたいな、はい、東南アジアサミットみたいな、面白いですね、ね、面白いですね、やりたいですね、わ、かりました、というわけで、もうね、あっという間に10分過ぎてしまう、もう10分以上過ぎてますけどもね、はい、というわけで今日はね、徳丸さん、そして新井さんにいいお話を伺いました、で、小坂さんありがとうございました、どうもです、じゃあどうも、ありがとうございました、ありがとうございました、